こんにちは、柴田です。今回はエピフォン版の ES335 と ES339 を比較していきたいと思います。ご覧いただいた通り、こちらサイズがね、違いますね。二回りぐらい違いますかね。大きい方は ES335 タイプのエピフォンバージョンドットです。そしてこちらエピフォンの ES339 になっております。重量はね、こちらが4キロ弱 3.9 ちょいで、で339が 3.6 だから 4,500 違うんですけど、それ以上にね、なんかね違いを感じますね。335の方、ドットの方はドシーンとしてます。339はね、小回りがね非常に効きそうな感じですね。これね、タップもついてるんですよ。こっちはね、ついてないです。早速ね、生音を聞きいただきたいんですけど、339の方からねちょっと鳴らしていきましょうかね。イメージ的にはですね、こっちはね暴れるタイプ、では続いてはこちらドット、大きい方ですね。これはねギブソンの ES335 に近くて、結構ね重厚感がある。落ち着いてる雰囲気ですよね。ペグもねグローバーでねしっかりしてます。リアからフロント、柔らかい、センター、落ち着いててね非常に素敵なサウンドですね。歪ましてみますか。フロントから、歪ませてもねなかなかシャレオツな感じの。コスパね、めっちゃいいんじゃないですかね。これ今、千葉管楽器で 49,800 円、2008年製ですね。グリップ的にはですね、しっかりしたネックではあるんですけれども、厚すぎず太すぎず、ギブソンの中でもね握りやすい方、エピフォンの中でもあんまね特徴がないというか、オーソドックスな形ですかね。でリア、なんか上品な歪み、いいドライブ感ですね。続いて339です。ちっちゃい方、ジャックの場所がねここですね。レスポールと同じ場所に。ではリアです。こっちの方がね暴れてく感じ。タップがあるんでね、でフロントです。結構甘い、甘さありますね。でタップ、いいかな。センターのタップいってみましょうかね。
センター、重たさは断然 ES335 の方がありますね。でも音色の多彩さと小回りが効くところ、これね、これ歪ませたら結構ね面白いかも。ガッと噛みつく感じですね。本当巻き弦の方はね結構ねセクシーな感じになるんですけど、これ 1,2,3 弦はね結構バイト感ありますね。いいっすよね。これで小回りも効くし、結構メローなところはメローだし、ギャンといくところはギャンといくというか、でタップもついてるから振り幅もね広いっすよね。これ結構ね好みがね分かれるかな。幅広く楽しむのであればこっちがおすすめですけど、ギブソン風な335の音を出したいっていうのであればドットの方、まあ、それぞれにね特徴があっていい感じだと思います。まあ、ちなみにネックのグリップなんですけれども、この335ドットよりもふっくらしてます。逆にこれが細すぎるとすごくチープな音にねなりかねないんで、まあいい感じのバランスじゃないかなというところでございます。ご視聴ありがとうございました。柴田でした。おはようございます。